お疲れ様です。今日はですね、俺の原因量をみんなに お伝えしようかなと思ってギタリストで、はい、YouTube もされてる鈴木健二さんっていういろんな仕事やってるギタリストの人が、はい、そういうなんか動画上げてたんですよ、はい、それ見て、そこまで俺は知識はないですけど、まあ、俺の原因量、歪みの量もみんなに伝えとこうかなと思って、はい、そう、まあ知りたくないっていう方はもう今ここであの動画をね、違うのに変えていただいて、知りたいっていう人は最後まで見ていただいて、歪みの量はちょっと俺も最近考えてたことなんですよ。あの弾き手としては早弾きとかもするじゃないですか。原因量が多ければ多いほど音は出やすいんですよ、歪みの量が上がれば。でも家で弾いてたりするときはあんまり気にならなかったんですけど、はい、ライブとかで歪みの量よりも気になりだしたのは、はい、あのノイズだったり、あのなんか鳴らしてないときに歯打ったりするじゃないですか、はい、やっぱ原因量が多いとピーってなったりとか、あれがすごい気になりだして、ちょっとそれで、まあもちろんそのノイズリダクションって言うんでしたっけ、はい、あのノイズ消すやつみたいな、はい、あれも踏んだりするしてたんですけど、まあそれよりももうちょっと原因量、なんか歪みの量、どっちで統一したいんやろ、なんか歪みの量でいいですよね、はい、なんかちょっと歪みの量を考えてみようと思って、なんか最近ちょっと取り組んだりはしてるんですけど、どうなんでしょうね、一般的に多い方がいいんですかね。俺もなんかそこに答えはない。鈴木健二さんはすげえもうバリバリのプロだから、いろんなこう知識もあるじゃないですか。でも俺はなんかそこまでこう、なんていうんですか、そういう現場もやってなかったし、自分なりのこうなんかこうやりやすいのしかないんですけど。じゃあまあ弾きますか、一回、はい、今日は買いました、アンプ。ライブでも使いましたし、すげえなんかね、評判良かったライブで、うん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 、あの音良くなってましたねって言ってくれて、スイッチポチッと入れて、今クリーンかな。クリーンの原料ってあんま気にならないのかな、どうなんでしょう、みんな。結構知りたいかもですね、二松さんのクリーンの原料。これぐらいまでやってますね。もっと行く人もいいんじゃないのかな。これはなんか機種によって変わりますもんね。なんか俺意外ともう真ん中ぐらいにしてるのかもしれないです、クリーンの場合は。ピズマンしたときは、これメモリ入れないのどれくらいでしたら6とか、真ん中よりちょっと多め、はい、みたいなセッティングにして、ちょっと踏みますけど。チャンネル。ね、これってどれくらいなんでしょうね。結構歪んでるように聞こえる。うん、そうなんですね。なんかね、パワーコード打ったら、はい、ドーンって来てるじゃないですか。でもこれね、リードしたらもしかしたら少ないって感じる人もいるかもしれないですね、うん、いやそうでもないのかな。もうちょっと欲しい気もするんですよ、はい、あれ弾いてる側としても今なんかあのそこまで羽織んないんですよ、まあ、多少羽織りますけど、なんか普通原因多かったらこの段階でなんか こうなるんですよ、多かったら。でもまあこれをノイズリダクションでカットするってやり方もあるんですけど、なんか俺自分的にはバッキングぐらいのセッティングにしといて、まずは切ってもまあすぐに羽織んないレベルにしてて、である程度のサスティンは手でコントロールするっていう風にちょっと変えたんですよ、うんうんうん、あのしっかり鳴らせば大体弾けるみたいな。でも弾きにくい部分に関してはなんかこういうのでブーストさせるって感じなんですよ。これまず聞いてほしいんですけど、なんかね、
なんつうやっぱ歪みの量がこれで上がってるんで、伸びは変わるんですよ。でもその代わり全然羽織るで、なんか切ったらなんないみたいな、なんか2段階ぐらいが自分ではやりやすい感じって見つけたんですよね。すげえソロのなんかこうわーってなんか早く弾くときは、ま、この状態でもいけんことはないですよ。自分はそういう練習もしてるからいけんですけど、でもなんかちょっとドキドキするときあるじゃないですか。いやもうちょっと増やしとくかね。最終的には手で鳴らすんだと思うんですよ、はい、手で出せれば別に低くてもコントロールできるんですけど、はい、なんかちょっと俺の勝手な考えで手だけじゃちょっと自信ないときは踏んじゃう傾向がありますね。ミソさんってディストーションとブースターも使ってますよね。それどっちで歪ませてるんですか、アンプの。エフェクターはもうね、最近ね、歪みはもうこれで完全に作ってる感じです。だから歪みチャンネルでディストーション作って、はい、こっちでブーストするみたいな。前まではペダルで作ってたんですけど、はい、やっぱアンプの方がなんか俺は好きだなと思って、うん、もう最近はなんかもう、こっちで歪まし C の、でなんかブースターのなんか足すみたいな。で、あと空間系はセンドリターンで送るみたいな感じをこの前のライブでやりましたね。実際今ブースター踏んでないですけど、あ、当たるんですよ一応。今なんかすげえクリアじゃないですか、はい、でやっぱ踏むとノビはあるんすけど、やっぱちょっとこのゴーっていう感じが出てるような気はしてる自分では。でもどうなんでしょうね、もしかしたら伝わらない部分もあるのかもしれないですけど、こういうレガートとかはめっちゃしやすくなるんですよ。あの踏んでないのかいけるんですけど、さっきよりもやっぱね、より一層なんか慎重になんか抑えるっていうか、絶対外さないように、まあまあもちろんその慎重にやるのは変わらないですけど、より一層なんかクリーンの方がシビアになるんですかね、当てるのが。当たるは当たります。そこはなんか別に楽してるわけじゃなくて、瞬間的にああもうちょっとあった方がより一層もっといけるっていう判断でやってんじゃないですかね。ハーモニクスはこれね、踏まないと出ない。あの、出るか。あ、出ますね。でも踏んだ方がより一層出やすくなる。ハーモニクス出すために踏む場合もあるんじゃないですかね。でもいや踏まなくても一応出せるな、あの当てる技術があるならば。でもやっぱある程度そういうのは欲しいなと思いますけど。気な感じですかね。はい。どうすか。いや、俺もなんか試行錯誤しながらやってますね。あ、全然わかんないですもん、これ。難しそうですね、確かにここ、うん。いや、やっぱね、でも俺音楽に思うのは、はい、正解って難しいですよ。はい、それはもう、万人の正解はなくて、はい、その人自身が何をしたいかとか、はい、どういう音を出したいとか、まあもしくはどういうアーティストみたいなあれが好きかで、はい、もう変わってくんじゃないですかね。なんかいろいろ調べて、なんかやんのがいいんじゃないですかね。うんうん、